そしたらじゃあ次は商工業に行ってみようか。商業とか工業。まあほとんど商業がメインなんやけど。あれ青になってる。えー、どんな風に発展をしたかっていうと。まあ工業って言っても、この当時は別に自動車を作るわけではないので、要は今で言う特産物みたいなものやね。 それぞれぞの地域に今でも特産物ってあると思う,けどそういうものがちょっとずつ各地域で作られるようになっていきました。で、そういう特産物が各地域で作られると、やっぱ今でもさ、大阪行ったらたこ焼き食べたいなとかさ。 青森のリンゴが食べたいな、お取り寄せしたいな、みたいになるよね。そういう特産物ができるとともに、だんだん全国での物流っていうのが激しくなっていきました。この時言うと大きなやっぱり関東と、そして京都とか大阪とか、そういう大都市を中心にして、どんどん物の行きかい、物流っていうのと、それに合わせて商業、物の売り買いが発達していきます。 そして、ま、こっからもちょっとまた羅列になってしまうけど、どういうのができていったかっていうと、ま、まずは、ザっていうのができました。だってこれ、あとかあんとか座とかじゃないで、ま、またしょうもないことを言ってるけど、この座って聞くと、あれやね、織田信長の楽一楽座って聞いたことがあるからす。あれは、え、楽は、こんな字隠れな。この楽座っていうのは何かっていうと、 ザを楽にする。ザをなくして、自由な取引ができるようにしたのが、楽一楽座なんです。つまり、ザっていうのは、ま、要は自由な取引をさせないものやね。どんなやったかっていうと、ま、今で言うと、例えば、なんとかなんとか業界組合ね。自動車業界組合とか、協会とか。ま、そういうものがあったわけ。なんか、特定の、 品物。ま、なんでもいいけど、塩にしようか。塩を扱っている有力な商人たちが、この座っていうのを作って、この町では、俺たちの座に入っていないと、塩は売れへんで、みたいな、そういう組織を作ったよね。そういうのを座って言いました。なので、信長っていうのは、ま、そういう組織があると、値段って釣り上がってしまうよね。自分たちで好き勝手に値段を決められるようになるのか、なるから。ま、そういう座があると、商工業が自由にできなくて、 経済が豊かにならないので、座をなくして楽市楽座っていうのをしました。まあ今で言うと、かっこよく言うと、規制緩和とか、市場の自由化とか、そういうことを織田信長はやったわけです。まあまあ、でもこの座っていうのができたのは、この室町時代ですよと。そして、まあこういう座ができてくると、お金の取引が盛んになると、やっぱり金融業っていうのが盛んになります。まあこれは鎌倉時代の時にも話したけど、 金融業の中でも特に、財布っていうのが作られました。まあこれは今で言うと、為替の証券のことです。為替のことです。ちょっと汚なったな。為替ってわかるかな為替。今やとみんなが多分一番よく聞くのは朝のニュースとかで、 今朝の外国為替市場は何円です何ドルですみたいな。聞くよね。あれも為替やねんけど、実は為替の元々の意味はもうちょっと広いです。今やと為替って言うと、例えば円とドルとか、円とユーロとか、そういうのの通貨の交換みたいなのを為替って思い返っちゃうけど、為替っていうのは元々の意味は、うんとね、お金の移動を伴わない え、物とか、もしくはお金の交換の仕組みのことを、交わせています。ちょっと難しいな。じゃ、この時にどういう交わせの仕組みができていたか。ちょっと鎌倉時代の例を使って話そうか。例えば、鎌倉時代やと、え、ま、幕府があるから、幕府に年貢を納めなあかんかったでしょうか。ま、これ幕府にしよう。幕府ハウスみたいな。鎌倉ね。もうこの汚くていいね、これ読めたらいいですよ、と。鎌倉がありました。 え、そうしたら、自分はちょっとま、あ貧弱なご家人で、家来も少ないわけね。で、京都で働かされてますよと。で、まあ、土地もちっちゃいけど、京都に乗ってますよと。まあ、でも、京都にいるけど、わざわざこの鎌倉の方に、この土地から採れたお米っていうのを、お米、これ、タワ俵な。毎年、こう、鎌倉に運んでたわけねな。これ大変やね。 まあ、奈良時代の時に多分話しがだいぶ前になるけど、要は、このお米を運ぶ費用とかも全部負担してたわけで。で、この今みたいに新幹線ないから京都と鎌倉に行こうと思ったらもう、何ヶ月もかかってしまうよな、往復に。まあ、それだけのものを運ぶのは大変やった。その中で作られた仕組みが、まあ、初期の為替の仕組みです。どうしたかっていうと、わざわざこのお米を運ぶんじゃなくて、 この、まあ、ちょっと、かわいそうな御家人さんは何をしたかっていうと、え、この京都の商人がいますよと。商人な。商人ちょっとなんか悪いことを考えているのから笑っていますよと。この商人にお米を、え、売ります。例えば、20キロ今年の分の年貢ですって、まあ、収めたとしまするね。そしたら、この商人は、この20キロ受け取ったでっていう、え、証券を発行するんです。まあ、お米券のお米券じゃないな。 え、これを為替の少々って言うんやけど、ま20キロ払いましたよという券をもらいます。そして、え、このかわいそうな御家人さんはテクテクテクでく、鎌倉まで行くんやね。ここは変わらへんねんけど、この証券を持って行って、鎌倉で、またこっちにも悪い商人がいるね。悪くはないで。ちゃんと仕事しないから。この米の券を見せて、ここで米に変えてもらうね。わかるかなこいつはここ行って。 変えてくれよ、って。この米の券見せるんやね。20キロ払ったよ、言うて。そしたら20キロのお米と変えてくれますよ、と。そしたらこの人はこのお米を鎌倉で収めたらいいので、お米を移動させず、ちゃんと年貢を収められてるやな。これが一番最初の為替の仕組みです。これは鎌倉時代のことです。そして、この鎌倉時代にやってた仕組みを、これをそのまま商品にして、 商品の運ぶ仕組み、商品を運ぶ仕組みの中で適用させたのが室町時代の為替の仕組みです。そしてその時に使った、このまお米券の部分が商品券になってたわけねんけど、その、えいくらいくら買いましたよ、いくらいくら払いましたっていう証書のこと、ま、証明書のことを、ま、割譜と書いて、財布と呼んだわけです。 これが室町時代にできた、日本の為替の一番基本になる仕組みです。すごいよね。この仕組みはなかなかようできとるやんね。ます、今やったらさ、いやいや、そんな払わんでもネットで注文したらいいやんとかさ、この、 お米券を送ったらええやんと思うかもしれんけど、まあそういう仕組みも昔はなかったので、このお米を運ぶっていう手間を省いてしまってね、それをさらに商品で進めていった。え、こういう仕組みができたわけです。まあなのでちょっとお話を戻して、為替っていうのは何かっていうと、結局これ、 お金の移動を伴ってないよね。お金を運んでいるわけじゃない。この少々運んでるな。で、お金を運ぶのってやっぱり、まあ今で言うと小切手みたいなもんやけど、小切手が為替の一つにはなってるんやけど、お金を直接運ぶのってこうボディーガードとかをたくさんつけて危ないよね。までもこうドラマとかで見たことあるかもしれんけど、小切手一枚やと運びやすいよね。ああいう仕組みのまあ基本になるものが、もうすでに室町時代にできていたんです。 これが、え、為替の仕組みと。大丈夫かこなこういうのできていましたよ、と。そしたら、え、さらに、ま、こういう為替ができてくると、ま、この悪い商人がおったよね。ま、悪くはないんやけど、何回も言ってるな、これ。悪くはないんやけど、え、こういう商人たちはどんな商売を他にしていたかっていうと、ま、要はお金の商売をしていたんやけど、 え、お金を貸す商売を結構していました。ま、鎌倉時代の時にも貸し上げっていうのがおったよね。借り上げって書いて貸し上げて言います。この貸し上げが、え、この室町時代になったらどうなっていったかっていうと、え、今でいう七夜のようなことをするようになりました。七夜ってわかるかな。例えば誰かにお金を貸す時に、その人がお金を返してくれるかってやっぱちょっと不安やな。そういう時にどうするかっていうと、 担保をもらうね。要はその人が持っている高価なものを代わりに預かるんです。例えば、この道場だったら着物とか、器みたいなのもあったかもしれんな。ま、刀みたいなのもあったかもしれん。それを預かります。で、もしその人が返してくれんかったら、そのものを自分のものにしてお金に変えればいいよ。です、ちゃんと返してくれたら、その担保になってた、七入れしたものは返してあげる仕組み。え、そういう仕事をすることを七屋さんって言います。そしたら、この七屋さんをしようと思ったら、 たくさんの人にお金を借りていたら、どんどんどんこう、質入れした、担保にした、ま、着物やったり、なんかこう、高価なものが溜まっていくよね。そしたらそれをちゃんと守っとく蔵がいるやな、ね。というわけで、この貸し上げの人たちが、質屋になって、蔵を持つようになると、土葬と呼ばれるようになりました。まあ、蔵を持っていたからね。土葬と、あら、呼ばれる職業というか、金融業になってったわけです。 さらに、この土葬って、蔵を持っているわけないのどういう人たちが土葬になっていたかって言うと、蔵を持っている。酒屋さんがこの土葬になっていたんです。酒屋さんってわかるかなまあ今でいう町の酒屋さん、まあそんな最近ないかもしれんけど、ってなると、お酒置いているだけやね。です、それは売り酒屋で、昔の一番最初の酒屋さんっていうのは、要はお酒を作って、そしてそこで売っていたわけ。 そうすると、お酒を作るのって大きい蔵が必要なわけね。その蔵を、だんだんそのものを預かるところとして使うようになって。で、酒屋さんも商売しているからお金が持っているので、お金を貸すようになって、だん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 土葬として機能するようになってった。え、酒屋さんがそういうこともするようになってましたよね。なので、この、え、室町時代、鎌倉時代お金を貸していた貸し上げが、え、そういう質屋の性質も持つようになって、土層とか、 で、この酒屋さんが土葬になったりもしました。もうちょっと一つだけ紹介しとこうか。ます、これだけお金もできて物が流通してくると、今度はそれを運ぶ人がいるやな。え、さっきは、この為替の仕組みを使ってお米を運ばずには済んだけど、やっぱり誰かがどこかで物は運ばなあかんわけやねんな。ま、今でも宅急便の人とかが来たりするやな。そういう運送業をする人たちが出てきました。 え、これが馬車区とか、車車区と呼ばれる人たちです。要は馬を提供して、ね、物を運んだりした人たちなわけでな。そして、え、その物を運ぶ中で、卸売ってわかるかな。例えば今なんか工場で、今卸売どんどん減ってきてるけど、工場でなんか物を作ったりするやな。ここもこうってなんか作った。 お菓子い、飴を作ったとしよう。飴でなんで煙が出るかわからへんけど。飴を作ったとして、この飴ちゃんみんな工場に買いに行かんよね。一回、お菓子屋さんを挟めな。お菓子屋さんを。またこの家みたいなお菓子屋さんやけど、これみんな買いに行くねな。やねんけど、ま、あ大概の場合、この間にもう一つ、要はたくさんの他の工場から。このお菓子屋さんだって、 この工場だけから仕入れ通ったらみんなペロペロキャンディーを買わなあかんくなるやろ他のいろんな工場からも仕入れるような業者が出てくるんです。物量が発達してくると。え、このよういうのを卸売業って言ったりするんやけど。卸売。え、こういう仕事をする人たちが出てきました。え、これを問屋と言います。問屋。 で、この問屋っていうのは、え、例えば、京都から大阪やったら、ま、その間の、え、重要な都市とかに、ちょっと小さめの都市とかに、え、この問屋が置かれて、え、京都から大阪までわざわざ運ぶんじゃなくて、ま、そこで一個、卸売屋さんに問屋に売って、え、そこからまた問屋が別のところに売って、運んでもらうと。ま、そういう流通の仕組みができつつあったんやね。 ま、こういうにして、金融業であったり、運送業であったりっていうのが発達して、商工業。そして、ま、何より、このベースにあるのは農業やね。農民たちが貨幣経済に、お金を使った経済に参加していくことで、室町時代っていうのは、これまで力を持っていなかった農民とか商人も、徐々に力を持つようになっていく時代だったんです。